岡部正清の墓所、岡部正清は、平安時代末期から鎌倉時代にかけての武将、御家人。武蔵七党の猪俣又党の所流岡部氏の党首。実績については詳細に乏しいが、平家物語における、平忠則を打ち取ったエピソードで知られている。方言の乱平治の乱では、源義朝の家人として、熊谷の尾斎藤サネ 井の又のりつなと共に従軍して活躍した。源義朝の死後は、故郷の岡部に戻っていたが、自称4年に義朝の泉源頼朝が挙兵すると、それに従うこととなった。木曽義仲追伊戦の後、源義経の指揮下に入り、樹影3年の一の谷の戦いでは、平忠則と組みち、打たれそうになるも老頭党が助立して、 ただのりの右腕を切り落としたことで形勢が逆転、観念したただのりは念仏を唱え、ただし清に切られた。その後、ただし清はエビラに結びつけられた分から自分が切った男がただのりであることを悟り、惜しい人物を切ってしまったと悔やんだという。この話は、平家物語を転居とする話である。平家滅亡後は、源の頼朝に従い、その御家人として、 欧州合戦や頼朝の上落にも付き従った。研究八年没。墓所は深谷市夫妻寺隣の公園にある。夫人や他の岡部一族と共に埋葬されている。ただしこの墓は藤原助家のものだという見解もある。この墓地には石灯が六基あり、右から二番目のものが、ただし清の墓とされている。平忠則を討ち取った、ただし清であったが、 忠則のの死を惜しみ、その霊を慰めるために、所領の岡部源に五輪の塔を建立した。その後、五輪の塔は、平安2年に、新神寺に移築された。ただしこの五輪の塔から出土した遺物及び、五輪の塔の形状から、これらは、忠則のりやただしの生きた、平安末期から100年ほど経過した後に建築されたものではないかとも考えられている。 ありがとうございます。